レックス。プニーさん、久しぶり。相変わらず息がいいじゃなかった。威勢がいいもん。まあね。で、何の用？新しい仕事？まあそんなとこだもん。ところでレックス、お前確かリベラリタス島諸軍の岩崎村出身だったもん。ああ、そうだけど、それが何か？すぐに会長室へ行ってほしいもん。え？なんで？バーン会長がお前のことをお呼びだもん。会長が俺を？来てくれたも。アバリティア商会会長のバーンだも。はじめまして。プニンから随分と腕の立つサルベージャーだと聞いてるも。それを見込んでちょっと頼みたいことがあるんだも。会長自ら俺に仕事の依頼を？報酬は10万ゴールドだもん。10万？聞いて驚いたも。ちなみにそれは手付金も。成功報酬はさらに10万プラスだも。合わせて20万。マジですか？やります。このレックス、全身全霊をもって仕事に当たらせていただきます。よろしくお願いします。お前、依頼の内容は聞かなくていいも？ああ、そうだった。で、どんな仕事なんですか？本当に大丈夫かも？もちろん大丈夫です。まあいいも。話は直接聞けも。入れるも。はい。ドライバー、それにブレード、すげえ、初めて見る。依頼内容はある物資の引き上げだ。最近の海流変動で発見された未探査海域のかなり深いところに沈んでいる。へえ、それは腕が鳴るね。ベテランのチームを紹介するって言ったけど、リベラリタスの出身で少数精鋭の人材をという希望だったも。それで白羽の矢が立ったのがお前なんだも。へへへ、悪い気はしないな。子供のサルベージャー。シン、今回の仕事って子供の遠足も兼ねてるんだっけ？なんだよ、見た目が子供っぽいのはあんただって同じだろ。私はこれくらいの額でそんなバカみたいに喜んだりしないよ。バカみたいってなんだよ。
レックス様でしたな。こたびはお嬢様が大変失礼なこと、何卒ご容赦を。ビャッカ、あんたまた余計な口出しを。よせよニア。まあ気持ちはわからんでもない。そして確かめるのもたやすい。いきなり何するんだ。なるほど。メツ、子供相手に何やってんだよ。この小僧じゃ不安だって言ったのはお前だぜ。私はそんなこと言ってないよ。言わずとも思っていたろ。で、結果は見ての通りだ。やるじゃねえか。見たところドライバーではなさそうだが、そのアーツどこで覚えた。ちっちゃんに教わったんだよ。小さい頃から遊びといえばこればっかりだった。腕は申し分ない。度胸もまあまあだ。ま、しっかり働いてくれ。もうもう、なんともやかましい連中だ。もう手付金もこれで必要な装備を買い揃えてから右舷の桟橋に行け。もそこで俺の手配した素晴らしい船が待ってる。もわかりました。というわけだからさ、行ってくれや。2、3日で帰ってくるから心配しないで。というわけだからさ。じゃないわい。そんなわけのわからん仕事を引き受けおって、依頼主の素性もわからんのじゃろ。会長直々の仕事だよ。大丈夫だって。じゃあ行ってくれ。じっちゃんはここでのんびりしててよ。おい待つんじゃ、レックス。レックス、you
よっと。よし、やってやる。よし、やってやる。ダグ、ダグ、はっ。